私がなんで50回外国語の音声を聞くことがいいっていうアイデアを思いついたのかっていうと、この動画がきっかけなんですね。ちょっと聞いてみましょうか。Billions and billions 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 billions。っていうこの動画があるんですけど、これはトランプ大統領の、その発話の中から、そのビリオンズ、まあ、ビリオンズとか彼がよく使っている言葉があるんですね。フレンドとか、あの特徴的なその口癖ですよね。それを取り出して、いくつもいくつもそのいろんな映像から撮った、そのこの場合はビリオンズっていう単語をつなぎ合わせた動画っていうのがあるんですね。ビリオンズン、ビリオンズン、ビリオンズン、ビリオンズンって50回くらい言ってんですよ。で、これをずっと聞いてたら絶対ビリオンズって音を覚えるじゃないですか。なんでもそうなんですよ。CM もそう。まあ私も、テレビ10年くらい見てないんで、全く CM とかわかんないんですけど、まあ昔だったら24時間戦えますかとか、そういうキャッチコピーっていうのも50回くらい聞いてるからこうわかるわけですよ。そういうのが、こうテレビのコマーシャルによってこう刷り込まれていくわけですよね。で、そういうのが昔は流行語になったわけですよ。今の流行語ってだいぶ違いますけど。で、まあ日本語の場合はいいんですよ。50回聞いてればそれは長期記憶に入るわけです、音の。ただこれは外国語なんで、このビリオンザン、ビリオンザンをずっと聞いていたとしても、あまり意味がないわけですよ。で、なんで意味がないのかっていうと、純粋にそのビリオンズっていうその音と意味が一致しないわけですよね、普通の人は。で、これ辞書で調べればその何十億ものっていう意味がわかるわけ、そこで初めて。で、その綴りとしては、ビリオンズ。BILLIONS。っていうのが調べればわかるから、あ、彼がずっと言ってるこのビリオンザン、ビリオンザンっていうのは何十億ものって意味なんだ。で、文字にするとこうなんだ。発音記号的にはこういうものなんだっていうものがわかればいいわけです。わかれば、使える形で長期記憶に入る。で、これが全くない状態で、ただビリオンザン、ビリオンザンって聞いてるだけだと、それはただのその呪文を暗記してるのと一緒なんですね。でもそこにちゃんとその意味っていうものが、その音が表しているものが何なのかっていうものの理解があればいいわけです。だから、私が提唱している50回リスニングをするっていうのは、ただ単純に音を聞けばいいって話じゃないんですよ。じゃ、例えばロシア語でもフランス語でもいいんですけど、私が全く知らない言語の音、単語を50回聞いたとして、まあ、それがどういう単語かわかんないですけど、オラージュみたいな、オラージュみたいな音があったとして、そのオラージュを50回聞いたとして、そうするとそのオラージュっていう音は確かに長期記憶に入りますよ。なんかのタイミングでオラージュって出てくるかもしんないけど、それって全く意味がないわけですよね。だって、その音の意味がわからないし、どういう場面で使うのかもわからないから。で、それも、英語とか中国語でも同じことが起きるわけですよね。単純に音だけを聞いててもしょうがないわけです。その音と意味っていうのがリンクする形で入れなきゃいけないわけです。で、それをどういうふうに提供すればいいのかっていうのを今考えてるわけです。
これ前にも説明したと思うんですけど、カラオケでその歌を歌うっていう時に、普通の人は何十回も聞くわけですよ、YouTube とか。昔だったら CD とかですよ。何十回も何十回も聞いたわけですよ、一つの曲を。その CD を聞いて、音を聞いてない時も、自分で歌うわけじゃないですか、自転車漕ぎながら。で、歌いながら、脳内でこう繰り返してるわけですね。それをリハーサルって言うんですけど、そういうことをするから歌えるようになるわけですよ。一回聞いただけで歌えるようになるわけないじゃないですか。二回でも無理、三回でも無理、四回、五回でも無理。その特徴的な、サビの部分とか、それはできるかもしれないですけど、全体を歌うっていうのは無理です。で、私が前に、ピッツの、君が思い出になる前にっていう曲をカラオケで歌ってる音声アップしたんですけど、あれだって100回以上聴いてると思うんですよ。まあ私あの曲は好きなんで相当聴いてるんですね。100回じゃないレベルで聴いてると思います。で、そんくらい聴いてある程度その音程とかっていうのは分かるわけですよ。で、それも言語も全く一緒なんですね。それは言語も音を何十回とか、もう、まあ、横を言えば100回とか聞いた方がいいわけですよ、それは。で、そんくらい聞かないと、人間っていうのは記憶できないわけですよ。まあ、例えばじゃあ音楽の時間に新しい曲を習いますと。じゃあこれから、君が代っていう曲、日本の国歌を歌いますって言います。で、その君が代っていう曲を、で、子供たちは一回もう聞いたことがなかったとしましょう、仮に。じゃあまず CD でその音があるからそれ聞きましょうってポチってやって、ドーン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 ってその正しい音を聞きます。じゃあ次もう一回聞けよって言ってもう一回聞きます。で、二回聞きました。じゃあ歌うよって言って、じゃあ歌うよって言って先生が伴奏を弾いて、ピアノの、はい歌います、3、はい、君が代はって歌えるわけがないんですよ。歌えるわけないじゃないですか、そんなの。人生で2回しか聞いたことないのに、はい歌うよって歌えないですよ、そんなの。だから音楽の授業だってそのパートごとに何回も何回もやるわけじゃないですか。じゃあ最初のこのところ、この小節だけやるよって言って、君が代はとか、そっからやるわけじゃないですか。その君の最初の木の音がドレミファのどこの音だ、そのこの音から出すよって言って、ダーン、はいこの音ね、ダーン、キーキー、はい君っていう風にやっていくわけですよ。で、それは当たり前ですけど、その1回の授業で、音楽の授業で君が代が歌えるわけじゃなくて、何回もやるわけですよね。何回か授業をやっていく中で、まあ結果的に何十回もその音を聞いて、で、その、思い出したりするわけじゃないですか、家に帰って。ああ、今日の授業で、君が代って曲やったな、こういう曲だったなって言って歌ったりするわけですよ。これをリハーサルって言うんですけど、そういうことを繰り返す中で、君が代の、このメロディー、旋律っていうものが脳内の長期記憶に入るわけです。だから日本人は全員、その君が代のメロディーっていうのを、脳内で再生できるはずなんですよ。まあ、もしできない人がいたとしたら、その人は、まああんまり、その歌が上手じゃない、歌が上手じゃないっていうか、まあ、音痴な人なんでしょう。で、音痴な人っていうのは、その音の記憶っていうのが苦手な人なんです。自分の脳内で正しい音を再生できない。まあできないっていうか、できるんだけど、その再生の精度が悪い人っていうのがいるんです。で、そういう人は、自分の頭の中に正しい音がないから、わかんないわけですよ。で、私は、例えばそのカラオケに行った時に、録音することが多いんですよね。録音して、なんで録音するかって言うと聞くんですよ、それは後で。で、自分の歌ってる音を聞いて、その音の高さとかが間違ってないかチェックしてるんですね。で、大体間違ってんですよ、どっか。で、この間上げた動画で言うと、最初から間違ってんですね。あの日もここではみ出しそうなって、この辺のところですでに間違えてんですよ、あれ。で、それは聞いた瞬間にわかるんですね。あの日もここではみ出しそうなって、このはみ出しっていうところで間違えてるんですよ、あれ。で、なんで間違えてるってわかるかっていうと、私の頭の中に正しい音の聴覚イメージがあるからわかるんですよ。
で、その聴覚イメージはどうやって獲得したんですかっていうと、それは100回聞いたことによって獲得されたんですよ。そういうことなんです。例えば私がよくやるのは、その中国語を発音して発話するときによく声調を間違えるんですね。で、間違えるんだけど、間違えた直後に自分で気がつくんですよ。あ、違うわ。で、直すんですね。それ違うよって中国人に言われて直すんじゃなくて、自分でわかるんですよ。あ、違うわって。で、それがなんでできるのかっていうと、その自分が発話した直後に、その音をその 0.1 秒後くらいに脳内で再生してるんですね。で、それが自分の中にある音と違うから、そこで間違いだってわかるわけです。例えば、電視っていうテレビですよ。電視。それを電視って言ってしまった時に、電視、あ、違う、電視ってすぐに直せるんです。それは電視って言った後に、その電視って自分が言った音を脳内で再生してるからです。で、その中で自分の脳内にある長期記憶の中にあるその聴覚イメージ、音の長期記憶と符合させて、あ、違うわってわかるわけです。だから、つまり脳内にその音の長期記憶っていうものをたくさん入れておかなきゃいけないわけです。で、それをネイティブっていうのは乳幼児の時からずっとやってるわけです。で、乳幼児っていうのは最初から喋るわけじゃないんですね、もちろん。あ、そんな喋れないっていうのは、純粋にその発声期間、あの、言語を喋れるように、その筋肉とか舌とかそういうものができてないから、肺とかが喋れないっていうのもありますけど、それもあるし、あと、その聞いている総量っていうのがまだ足りないんですよね。あと、その聞いてきたその音とそれが示している意味っていうものが一致してないんですよね。だから喋れないんですけど、とにかく聞いてることは聞いてるんですよ。で、だんだんこの目が見えるようになって、ある程度この頭も働くようになると、その聞いてきた音っていうものと、その自分が見ているものですね。つまり意味っていうことです。それが一致するようになるんです。で、最初はそれが本当に10個とか5個とか10個だったのが爆発的に増えるんですね。一致するようになるんです。そこで今まで浴びてきたこの音の蓄積っていうのが効果を発揮するわけです。まあ、よくその海外に子供の頃に行った帰国子女が、最初の1年とか1年半とか一言も喋らなかったと。でも、ある日突然喋り始めるとかっていう現象があるんですけど、これはあの沈黙期っていうんですけど、この沈黙期っていう時に何をしてるかっていうと、ずっと聞いてるわけですよ。で、ただ実は受け身に聞いてるわけじゃなくて、ちゃんと考えてるわけですね。聞きながらちゃんと意味を考えてるわけです。自分は喋らないけど。あ、これって、この音っていうのはこのものなんだ。っていうことをこう考えながらずっと聞いてるわけです。で、一見するとこの子は喋れないのかなとか、耳が聞こえないのかなとか思うんですけど、そうじゃなくてちゃんと聞いてるんですよ。で、それが一定の段階に達すると、この、コップに水を溜めてって、それがこう溢れ出すように、ある日突然喋り始めるんです。ただその彼女が喋れる内容っていうのは、彼彼女が聞いてきた内容以上のことは当然のことながら喋れないですよ。それはだって、それ入ってないですから、長期記憶の中に入ってないんだから喋れるわけないんですよ。中に入ってないんだから、そもそも。つまりインプットをしないと、まあ当たり前のことなんですけど、インプットをたくさんしないと出てこないよねって話なんですよね。で、インプットっていうのは、ただ聞けばインプットになるわけじゃないんですね。じゃあっていうか、まあありがちなのは、その、非常にこう難しいものを聞いてしまう。なんか難しいこうニュースの音声とか、そういうのを聞いてしまうと、入ってこないわけですよね、全然。その何言ってるか分かんない度合いが高すぎると。だからそれは全然意味がないわけですよ。入ってきた音が意味と一致しないんですよね。バーってその英語のシャワーとか中国のシャワーが入ってくるけど、意味として一致しないから、それはもうほとんど雑音を聞いてるに等しいんです。じゃなくて、そのつかめるレベルで聞くっていうこと、そのイメージとしては。
つかめないレベルでこうパーってこう飛んでくるものを聞く、まあそれはそれで意味があると思います。それ意味がないとは言いませんけど、バーッと雨あられのように飛んでくる音を聞き続けるんじゃなくて、もっとピンポイントでこう止められるレベル、ヒューンチュヒューンチュチュチュ、こういう風に掴んでいくイメージなんですよね。でそれはチャンクが大事なんですね。チャンクっていうのはその音を記憶できる長さですよね、あの容量。だから今の最初の例で言うとビリオンズンビリオンズンっていうのはチャンクとして OK なんです。短いからビリオンズンビリオンズン、これは OK です。だから単語レベルってことです。単語レベルがまず最初だと思います。だビリオンズンビリオンズンっていうのは覚えられるわけですよね、音として短いから。じゃあそのビリオンズンビリオンズンを50回聞きます。そうするとビリオンザンビリオンザンって音は長期記憶に入ります。でプラス意味を覚えればいいわけですよね、何十億ものとか。でちょっとチラッと綴りとか発音記号とか見ておく。プラスそのビリオンザンビリオンザンっていうのをどういう風に使うのかっていう要例ですよね。これも一緒にっていうか第二段階では入れる必要があるわけです。ビリオン、ビリオンズオブダラーズ、billions of dollars, billions of dollars って書いてあるわけです。 billions of dollars 何十億ドル、 2 billion people 20億の人たち、まあとかっていう例が書いてあるので、そういう例で覚える。まあ本当はその短文になっている、ちゃんとした文の形になっているのがいいんですけど、まあなってなくてもいいですよ。そのピースじゃなくてもうちょっといくつかの塊で覚える。で今わずか10秒前に私は読んだんですね、辞書の。でもう忘れてんですよ。でなんで忘れんのかっていうと、いやそれはお前記憶力悪すぎだろって言われるかもしれないですけど、それ忘れんのが当たり前なんです。これはなんで忘れるのかっていうと、リハーサルっていうのをしてないからですね。ああ思い出した。billions of dollars だ。Billions of dollars、 多分そうです。 Billions of dollars、 合ってました。 Billions of dollars で、 Billions of dollars っていうものを辞書で調べました。で調べて10秒後に忘れるんですよ、人間は。それはそういう風になってるんですよ。でこの Billions、 Billions and Billions はもう長期記憶に昔から入ってるんで永久に忘れないんですけど、Billions of dollars っていうのは今初めてその塊で記憶に入ったわけです。で入ったんだけど、それは短期記憶っていうところに入っている。で長期記憶に入ってないわけです。でその短期記憶の中では、情報がどん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 消えていくんですね。まあ何に例えたらいいのかわかんないんですけど、その風呂場の鏡が曇ってますと。それに文字を書きますと。でしばらくは文字あるけど、そのうち消えていくと思うんですね。それと一緒ですよ。ホワイトボードにその音が記憶されるんです。文字が書かれるんです、こうやって。でもそれは数秒で消えていくんですね、どん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 。で消えないようにするにはどうすればいいのかっていうと、それはリハーサルをするんです。はい、 billions of dollars、 はい覚えて覚えてって言われたらみんな繰り返すわけですよ、頭の中で。Billions of dollars, b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 illions of dollars って何回もこうリハーサルをするわけです、心の中で。そうしたらある程度はその記憶が保持されます。でもこれもすぐ消えますよ。でも多少残りますけどすぐ消えます。多分30分後には消えてます。それは足りないっていうことなんですよ、その程度のリハーサルでは。はい覚えて、 billions of dollars, billions of dollars って何回もやってもそれじゃ足りないんですよ。それは50回レベルで聞かなきゃいけない。まあ50回聞いたから忘れないとは言ってないですよ。ただ50回と5回は違うよっていう話をしてるんです。その50回っていうのも漫然と聞いていてはいけないんですよ。そこに意識を向けて聞くっていうことが大事なんです。意識っていうのはその音が持っている意味、
billions of dollars。 あ、 dollars って言ってるから、これは何十億ものドルなんだ。で、しかもよく聞いてみると、 dollars ってずついてんなとか、そういうことですよ。 billions、 billions of dollars、図がついてんじゃん、両方とも。とか、そういうことも含めて、そういうことを考えながら聞くっていうことですよね。ただ、聞くんじゃないんですよ。ただ聞くんじゃなくて、そういうことに意識を向けながら50回聞くんですよね。ただこうやって完全に受け身で聞くっていうのはダメなんです、それは。ちゃんと意識を向けて聞かなきゃいけない。で、そういう状態で聞いていくと、長期記憶に入りやすい。50回聞いたイコール長期記憶に入るとは言ってません、それは。ただ入りやすいと思います、明らかに。で、50回って言いましたけど、別に50回だけやるわけじゃないんですね。その教材を断るたびに何回も聞くわけです。ってことは50回かける、まあ、5回として250回くらい聞くわけです。で、プラス、50回くらい聞いてると、なんかのタイミングでこうパッと出てくるんですよ。記憶に上ってくるんですよね。だから自転車を漕いでる時とかに、あ、ビリオンザン、ビリオンザン、ビリオンザン、ビリオンゾンって、口をついて出るようになるわけです。つまり、聞いたよね、早めのパブロンみたいな、早めのパブロンみたいになるわけです。で、それは、それもリハーサルなんです。で、リハーサルっていうのは別に口に出さなくてもいいわけです。脳内で再生されればいいんです。脳内で再生されれば、それはリハーサルになるんです。脳内で再生されても、口に出して再生しても、それは結局リハーサルとして同じことです。だから、その黙読っていうのも別にいいわけですよ。黙読っていうのは脳内で読んでるわけです。それは脳内で声に出して読んでるけど口には出さないっていうのを黙読って言うんだったら、それは黙読でもいいわけです。そうやって50回くらい音やフレーズを聞く。で、そこにちゃんと注意を向ける。注意っていうのは意味とか、その使われ方、文法的なものとか、あと音の違いとか、母音とか子音の違いとかっていうことに注意を向けながら聞くっていうことが非常に重要だと思います。で、それをちょっと防止するために、まあ、ある中国語の教材をちょっと聞いてみたいと思います。第12課。今なんて言ったのかっていうと、今年に暑假去什么地方了って言ってたんですよ。で、なんで、私別にこのカセットってそんなにいっぱい聞いてないんですけど、この今彼女が言った言葉がなんですぐに理解できたのかっていうと、単純に使っている語彙のレベルが低いからです。你今年暑假去什么地方了って、ここに難しい単語は一切ないんですね。このこれ出てくる言葉って、本当に中国語の学習の一番最初に習うような語彙なんです。で、こういう語彙であれば私はちゃんと聞き取れるんですよ。当たり前ですけど。じゃあなんで HSK6 級とか YouTube で上がってる中国語とかそういうのは聞き取れないんですかっていうと、それはそこで使われている一つ一つの言葉とか表現が長期記憶に入ってないからに他ならないわけです。你今年暑假去哪个地方了っていうのは全部長期記憶に入ってるからわかるわけです。一个人去的吗？一个人去的吗？一人で行ったの？干什么？干什么？何したの？我到香港去了。今、ウォーダーなんとかチーラって言いました。これはちょっとわかんなかったです。あの、音が不鮮明っていうのもありますけど、ウォーダーなんとかチーラって言いました。第12課。1。你今年暑假去什么地方了？一个人去的吗？去干什么？我到香根去了。朋友一起去的。朋友一起去的。まあ、あの、こういう教材があって、これ何かっていうと、あの、実習中国語っていう教材なんですけど、このリスニング教材に使われている語彙とか表現っていうのは非常に限定された簡単なものだから、
聞き取れるんです。そういうものだったら聞き取れるんですよ。私もリスニング苦手だけど。で、なんで聞き取れるんですかっていうと、それはもう長期記憶に入ってるっていうことなんですよ。イーガレン、チーダマ、イーガレンも入ってるし、チーも入ってるし、ダマ全部入ってる。ポンヨイチチーダ、ポンヨも入ってるし、イチも入ってる。で、全部入ってるから聞き取れるわけです。例えば、これは英語だってそうで、Can you speak English? って聞き取れない日本人っていないと思うんですよね。I can speak English。これも聞き取れない人はいないし、言えない人はいないと思います。Where is my book? Where is my book? 聞き取れない人はいないし、言えない人はいない。それはなんでですか？それは長期記憶に入ってるからです。そういうものはもう入ってるわけですよね、ちゃんと。じゃあ、ニュースとか、そのネイティブが喋っている英語が聞き取れないとか、それはなんでですかって言ったら、それは純粋にその単語とか表現が長期記憶に入ってない。そもそも知らないとかっていうのは話にならないわけですよ。だって知らない単語が聞き取れるわけがないし、知らない表現が聞き取れるわけがない。あともう一個は、特にネイティブの発話っていうのは、長期記憶の中にある音と違うんですよね。例えば、I want to go home now って長期記憶に音は入ってるけど、I want to go home now ってネイティブは発話してる。それ音違うから聞き取れないですよ。それは I wanna go home now っていうもので長期記憶に入れなきゃいけないから I want to go home now で入ってる人はそれは聞き取れないんです。不知道って長期記憶に入っている人は不知道っていうのは聞き取れないわけです。でも不知道不知道不知道って何十回もっていうか、まあそれ5回くらい聞けばわかりますけど、あ、不知道のことねってわかるんですけど、とかシシマイイズって長期記憶に入ってる人はシシャイズって言えないと分かんないわけです。でもシャイズって言うわけですよ。ネイティブはシェンマとか言わないんですよ。シャイズでシシャーでシャーとかって言うわけですよ。シェンマの代わりに。それは分からないですよ。だってそんなの教科書に出てこないから。シャーとか出てこないんですよ、教科書に。でもネイティブは使うわけです。でもそれも何十回も聞いていればわかるわけですよね。っていうふうに、あらかじめ出てくるものっていう単語とか表現ですよね。単語とか表現とかそういう言い回しとかそういうものをあらかじめカバーしておくっていうこと、音として。そしたらもう怖いものはないわけですよ。もうこのさっきのこれに出てくる会話っていうのはもうほとんど聞き取れるわけです。9割以上、私でも。それはもう長期記憶に入ってるからです。このくらいのことは。で、それを、これがもっとレベルアップしていくだけのことなんですよ、結局。で、これが聞き取れるってことは、このくらいの内容っていうのは自分でも喋れるっていうことですよ。まあ、聞き取れるっていうのは大体喋れるっていうのとイコールじゃないですけど、かなり、比例すると思います。聞き取れることっていうのは喋れますよ。だって聞き取れるレベルに頭の中にもう入ってんだから、それは喋れますよ。だから、さっき言ったのは、帰国子女で1年1年半ずっと喋らなかった人がある日突然喋るようになるっていうのはそういうことです。それはその過程で彼はずっと聞いてきたわけだから。最初は聞き取れなかったと思いますよ。で、だんだん聞き取れるようになって、その意味と音が一致していくわけです。その意味と音の蓄積っていうのがどん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 蓄積していくっていうのは、その自分の中に喋れる、その使える言語の方っていうのが音の形で蓄積されていくってことだから、ある日突然喋れるようになるんです。もう溜まっていってるから、それが。で、それと一緒で、耳で聞いて分かる状態になるっていうことは、自分の中で使えるものが、音と意味が一致している状態のものが、もう自分の中で形成されてるってことだから、それは使えるようになるんです。だから、やらなきゃいけないことは何ですかっていうと、やっぱり、単語集を
やらなきゃいけないよねっていう話になるんですよ、結局。別に、いや、その欲を言えば、それはこれを辞書を全部脳内の長期記憶に入れるのがいいですけど、それは、限りなく不可能なので限りなく不可能だし、ネイティブだって別に全部入ってるわけじゃ、入ってる人ばかりじゃないです。入ってる人もいるでしょうけど、別にラオバイシンっていうのは辞書に書いてること全部知らないわけですから。でも少なくともこの単語集くらいのことは全部頭の中にぶっ込む必要があるわけですね。で、それはどうやって入れるのかっていうと、音で入れるんですよ。全部音で入れます。这件事其实我们做人要诚实，这件事启示我们做人要诚实。で、今読んだものがパッて聞いた時に意味が分かればいいわけです。全部このここの載っているすべての単語についてその状態にする。そしたらこの単語集に載っている表現とか単語が発話の中で出てきた時にちゃんと対応できるわけです。で、あるあるなのは、例えば今、启示って出てきましたけど、启示って聞いた時に、启示、あれ、启示、启示、启示ってその启示にフォーカスしちゃうわけです。いや、別に启示の話してないんだけど、今。今、启示の話してないんだけど、そこにフォーカスしちゃうわけです。あ、其实って言ってるうちにどん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 話は進んでいくからリスニングができないし、コミュニケーションが成立しないってことはまあまああるわけです。でもそれが全部わかってたらそんなことで悩む必要はないわけです。まあ全部わかってるとは言わなくても、多くのことがわかってればわかってるほど、変なところに注意を向けなくていいわけです。そこは大事じゃないわけです。其实とかって。もっと大事なことがあるわけですよ、その話の中では。そっちに関心とか注意をちゃんと向けられるようにするために、その知らないものをなくしていくっていうことです。で、それは音としてなくしていくっていうことが重要です。音としてなくしていかなきゃいけない。音としてなくせば、文字を見ても、まあ大体わかります。逆はないっていうか、文字を見ても読み方は、わかんないけど、音が先にあれば文字を見た時に音もわかりますっていう、その教材ですね。その理屈としてはそういうことなんですけど、じゃあその教材をどういう風に作っていくのかっていうことを今考えてます。どういう風にその教材を作るのか。で、それは自分自身の英語力、中国力を高めるっていう側面が一つと、実はもう一個考えてるのが、外国人向けの日本語の教材なんですよ。ね、特にこの日本語を勉強してる外国人の一部の日本語の訛りっていうのがすごいきつくて、コミュニケーションに支障をきたしているって問題があるんです。だからその外国人がナチュラルな日本語を習得できるための日本語の教材で、これもないわけですよ。ないんですよ。だからそれを作ります。私、幸い日本語だったらいくらでも例文とか作れますしね。そしたらもう著作権とか関係ないわけですからね。じゃあそういう教材も作っていきます。中国語の教材と英語の教材と日本語の教材、これを作ります。で、これを作ることによって、日中英、またはその日英を使っていろんな国の人とのコミュニケーションっていうのがさらに促進されるわけです。まあ本当に目指しているのはそこですよ。まあそれは別にポケトークを使うっていうのはそれはそれでいいと思いますけどね、それはそれで。ただそのポケトークで埋まらないところっていうのがあるんですよ。人と人との関係っていうのは機械で全て代替できるわけじゃないんで、それは実際に話すことによって気づかれる関係性っていうのがあるわけですよね。だから実際にこう外国を取得するっていうメリットは失われないと思いますよ、それは。それは人間の本当に根源的な欲求の一つだと思います。人と関わりたいっていうのは。それは機械では代替できないと思います。